で、どうしたってんだ？あなたたちのお仲間に危険が迫っています。彼女は今ラビリントスに監禁されています。マーグリス司令は彼女から無理やりにでも情報を引き出そうと。大佐は？まさかもう手遅れなんてことは。それは大丈夫です。ある人が彼女を助けるために動いてくれています。しかしそう長くはごまかしきれないでしょう。そうか。だが今の戦力でユーティック機関とやり合うとなると、こちらにもそれなりの損害が出る。そうでもありませんよ、ジュン。気がつきませんか？あなたやケイオス君にならわかるはずでしょう、これから何が起こるのか。そうか。この世界が歴史通りに進んでいるとすれば、もうすぐ第三次降下作戦が開始されるはず。そうなればユーティック機関は連邦の降下部隊と全面対決を行うこととなる。そして我々はその戦闘状況の一部始終を知っている。この状況を利用しない手はないでしょう。彼らの隙をついてシオンを助け出そうってことだね。面白え、やってやろうぜ。さあ行きましょう。え、僕もですか？シオンが心配なのでしょ。あれには支えになる人物が必要なんです。あなたの力を貸してください。わかりました、お供いたします。